皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日はハヤブサの解説の続きをしていきます。なんだか久しぶりだよな。そうね、気合を入れていくわ。コンパクトにしていく方向に気合を入れてくれよ。期待に応えるわ。え？ハヤブサってね、海上自衛隊のハヤブサ型ミサイル艇のネームシップでね、2002年に就役して京都にある舞鶴警備隊に配属されたんだよね。ハヤブサは沿岸防備を目的として建造された高速戦闘艇で、コンパクトな船体にウォータージェット推進機を3機搭載した結果、速力は最大44ノットとされているわ。まあ最大44ノットとは言ってないけどね。最大44ノットなのに最大44ノットとは言ってないの意味がよくわからない方は、コメント欄にミリタリーオタクの方が書き込んでいると思うのでそちらをご覧ください。そんなハヤブサには艦対艦誘導弾や62口径 76mm 単装砲などの武装がありつつ、ステルス性の要素も取り入れたものになっているんだけど、他の艦艇と比べてやっぱり全体的にコンパクトだから、6畳一間の戦闘式所だったり、食堂はあるけど電子レンジと IH 調理器しかないから、他の艦艇のように出来たてのご飯じゃなくて、あ、コンパクトの期待に応えるってのはコンパクトな船体の解説をする期待に応えたってことかよ。騙された。勝手に期待したマリサが悪い。人は期待されなくなったら終わりだぜ。何言ってるのかよくわからないんだけど本編始めるね。もうさっさと始めちゃってくれ。小惑星糸川へ2回目のタッチダウンを終えたハヤブサは、姿勢制御用のスラスター燃料であるヒドラジンが漏れちゃって、機体の中にそのヒドラジンが凍っていたから、機体を温めて機体の中から燃料を追い出そうとしたら、どこからか大量に燃料が噴出した結果、機体の姿勢が大きく乱れてしまって、地上と通信するアンテナが反対方向に向いてしまうし、太陽光パネルも太陽とは反対の方向に向いてしまって、通信と発電の両方ができなくなり、運用チームはハヤブサを完全に見失ったわ。もう完全に積んだな。それでも運用チームはハヤブサを再発見できる確率を 60% 以上としたわ。前回の解説ではその 60% 以上という数字にトリックがあるって言ってたよな。そうね、この 60% 以上という数字はハヤブサを再発見する確率ではなくて、ハヤブサのアンテナが太陽と地球に向く確率なんだよね。何が違うんだ？現時点でのハヤブサはアンテナと太陽光パネルが地球と太陽の反対側に向いてしまってるのね。なるほどな。ハヤブサは小惑星糸川と一緒に太陽を中心とした公転軌道を進むから、軌道を半周ほど進むと今まで反対側を向いていたアンテナが太陽と地球側に向くんだよね。そうすると自動的に太陽光パネルが発電を始めて通信も可能になるってことね。その確率が 60% 以上ってことか。でもそう考えると 60% 以上ってちょっと低いような気もするな。それは発電が開始されても故障で復活できないこともあるからよ。そうか、もうすでに満身創痍だしな。もともとの計画が4年間で、2003年の5月に打ち上げられてからすでに3年が経とうとしているからね。今後どうなるかわからないわ。見えない宇宙空間にあるわけだしな。今後は NEC 航空宇宙システムの杉浦さんを中心としたチームが1日で作り上げた通信ソフトで行方不明になったハヤブサを捜索するわ。長い戦いになりそうだな。普段のハヤブサ管制室では宇宙科学研究所のメンバーの他に、各メーカーや大学などからおよそ60人が集まって運用に当たってて、着陸などの一大イベントの時には大勢の人が集まって総力戦を展開してきたんだけど、ハヤブサが行方不明になってからは1人2人とかけていって、エース級の社員を投入していた NEC グループなどの主力企業は、行方不明になったハヤブサの運用よりも他の仕事に当たらせたいから戻ってこいとの指示が出たりしたんだけど、各社員はその指示に抵抗したのね。会社の指示に抵抗だなんて気骨があるとは思うけどリスクあるよな。仕事もそんなにないだろうに、なんで抵抗なんてしたんだ？ハヤブサの運用実務面などを担当した NEC 航空宇宙システムのある人曰く、ハヤブサに惚れたんですよ。ハヤブサはまだ終わっていませんから。と言ってたわ。ハヤブサもモテモテだな。一方、プロジェクトマネージャーの川口先生は、努めて冷静に振る舞い、ハヤブサが発見された場合の機関軌道を何度も計算させて、チームの指揮を維持するとともに、
毎朝、給湯室から管制室のポットに熱いお湯を運ぶことを日課にしていたわ。なんで川口先生がお湯なんか運んでいるんだ？2005年の年末、ハヤブサ運用チームは行方不明になったハヤブサの捜索しかできないから、大勢の人数で賑わっていた管制室はめっきり人が減って、ちょっぴり寂しい感じになってるのね。そんな中で前日の冷めたお湯しか出なかったらもう終わりだなぁという終末感が広がっちゃうから、事態の悪化というものを防ぎたかったのね。チームのリーダーっていうのはその場の空気も考えなきゃいけないのか。川口プロジェクトマネージャーは、その年の年末年始苦しくなかったといえば嘘になります。でも今が最悪、事態がそれ以上悪化することはない。何かあるとすればそれは必ず良い変化ですと言っていたわ。自身も苦しい気持ちの中、他のことへ気を使わなきゃいけないからきつい仕事だよな。そんな川口プロジェクトマネージャーは、ハヤブサが行方不明になって以降、2005年12月27日に東京都の台東区にある飛び不動村消防員へ祈願に訪れたわ。年末のご挨拶か。この消防員はね、空飛ぶ不動様とも言われてて、江戸時代、昇山上人が大峰山での修行を諸国巡歴途中に、現在の台東区遊仙にあたるところで村人に宿を施してもらったある日、不動明王の加護を象徴する竜の夢を見たから、その地に不動明王像を刻んで消防員を創建したのね。ということは江戸時代からあるのか。そういうことね。その創建後に住職が本尊の不動明王を背負って大峰山の山中へ修行に向かったところ、地元遊仙をはじめとした人々が無事の帰還を祈って不動明王を完走して祈ったところ、一夜にして江戸に飛び返り祈った人々の願いを叶えたことから、空飛ぶ不動様、飛び不動尊と呼ばれるようになったという縁起があるのね。日本初の人工衛星である大隅を打ち上げた昭和40年くらいから、宇宙関係機関や企業の関係者も多く参拝していて、ハヤブサのイオンエンジンの担当者らもお札をもらって管制室のモニターに貼っていたわ。そんな縁起があるから、航空機関係のパイロットや客室乗務員などの人たちも祈願に来ているみたいだし、バーンと飛ばしたいゴルファーの人も来ているみたいね。他にも御朱印帳もあるから興味のある方はぜひ。まあ地上のことだから合ってるかどうかわからないけどね。ここまでベラベラ喋っておいて最後は逃げるだなんて他に知らないぜ。飛行にまつわるいろんな人たちの参拝があるわけだけど、川口プロジェクトマネージャーの参拝は初めてでね。ハヤブサの状況をじっくり聞いた近藤大化住職は、ご祈願は的を絞り具体的な方が良いですよとアドバイス。その通りにご祈願をしたのかわからないけど、無事祈願と研究成就のお札を受け取ったわ。最後は神頼みってやつか。実はね、川口プロジェクトマネージャーの神仏祈願はこれに終わらなくて、イオンエンジンの責任者である国中先生がたまたま京都に出張に行った折、京都にはハヤブサ神社、飛行神社、電気電波の神様である電電宮があることを知って、川口プロジェクトマネージャーにちょっと話したら、全部行ってきてくださいと何度も言われ、言わなきゃよかったと心のどこかで思いつつ渋々言ったわ。よそから見たら面白い風景だけど、本人はめんどくさかったかもな。でもいつも冷静で的確な指示を出す川口プロジェクトマネージャーらしかぬ神頼みなんだな。そうね、国中先生もそう思ったし、その他のチームメンバーもそう思ってたわ。でも実際は神頼みというのとはちょっと違ってね。川口プロジェクトマネージャー曰く、お手上げになって神頼みをしたつもりはもうとうありません。やれることはやり尽くしたという自己点検、そういう思いですとクールに語ってたみたいね。あれだけの責任と重圧があるわけだからな。そうね、技術的学問的には地球重力圏外にある固体表面からのサンプルリターンという前人未到の試みであり、内々的にも国から予算が降りている以上、何らかの成果を出さないと厳しい現実に直面することになるし、宇宙科学研究所的にも1985年の小惑星サンプルリターン小研究会からずっと研究してきたものだし、目的地は日本のロケットの父である糸川秀夫先生の名前が付けられているものだし、この頃には日本のみならず世界の宇宙に興味がない人たちからも注目されていたから、ハヤブサを発見して地球へ帰還させるという使命の重大さは想像を絶すると思うわ。一人で背負える責任の重さじゃないぜ。飛び不動尊消防員の近藤住職は、たとえ帰ってきても燃え尽きる運命のハヤブサという一つの生命を作り育て死ぬのを見る、
我が子の生老病死を見守るとき、人は無我の行いを重ねるしかありません。仏教のお務めと同じです。ポットにお湯を入れ続けたのもそういうことでしょう。何かをやり尽くし、究極を極めた人の祈りです。と語っていたわ。なるほどな、霊夢も住職の言葉を聞きに参拝した方がいいんじゃないのか？私は神社仏閣には行けないわ。なんでだ、おかしな宗教にハマってるのか？神社仏閣に行くと宇宙に対する煩悩が浄化されちゃって、綺麗な肝歌になるから行けないわ。頼むからぜひ浄化されてくれ。そんでね、長野県の佐久市にある八ヶ岳連峰の山中、標高1456メートルの高所に、薄田宇宙空間観測所ってのがあってね、直径64メートルのアンテナで遠いところまで行った衛星から送信された微弱な電波を受信するのと、その衛星に向けて範囲をぐっと絞った強力な電波を送信するところで、過去にはおよそ44億キロ離れた海王星などで探査中のボイジャー2号との通信を受け持ったこともあったわ。すげえ遠いところまで電波が届くんだな。そうね、やってくる電波は本当に微弱で、あらゆる雑音を取り払うためにいろいろな機能が盛り込まれてね、熱による雑音を防ぐために受信電波増幅器は液体ヘリウムで極低温にしていたり、有効な電波をピンポイントで何度も重ね合わせて通信内容を明瞭にしたりしていて、アンテナの直径では NASA のディープスペースネットワークアンテナの70メートルにはかなわないものの、独創的な工夫をすることによってディープスペースネットワークアンテナを上回る性能を持っているわ。よくわからんな。まあオタク解説になるから、またいずれかの機会にするのと、日中は見学が可能だけど、登校日時点では世界的に流行しているあれで中止されているから、解除されたら携帯電話の電源をオフにして行ってみてください。そうか、携帯電話の送受信が雑音となるのか。そういうことね。そんな薄田宇宙空間観測所はハヤブサとの通信をずっとやってきてて、ハヤブサが地球から3億キロ先にいる時に受信する電波強度は1デシベルを10で171回割った途方もないほどの超微弱な電波を受信していたんだけど、それはハヤブサの位置がわかっててアンテナをその方向に向けることができている場合のお話で、ハヤブサが糸川から遠く離れていないことを前提にしているから、もしハヤブサが糸川から遠く離れてしまっていたら、本当に見つからなくなってしまうわ。つまりどういうことだ？前にも言ったように、ハヤブサは糸川と共に進んでいると推測しているから、ハヤブサの太陽光パネルとアンテナがいずれ太陽と地球の方に向くのね。でももしハヤブサが糸川から外れたり違う軌道を進んだりして糸川から遠く離れると、薄田のアンテナをどこに向けていいのかわからなくなって、いよいよ本格的に行方不明になってしまうわ。薄田のアンテナが終えるのはだいたい1年後までで、それ以上の時間が経つと行方不明で運用停止との決断をしなくちゃいけないわ。なんとか早く見つけたいところだな。関係者もマリサと同じ気持ちだけど、時期は冬、そしてハヤブサがいると思われる方向にアンテナを向けることができるのはお昼の時間帯だけ。1年でお昼の時間帯が短い時期だから1日に6時間弱しかないわ。夏ならもっと時間が取れたのか。そうね、早く見つけたいという気持ちと通信可能時間の短さにやきもきしたみたいね。ちょっと焦るよな。宇宙科学研究所の相模原キャンパスでは、杉浦さんを中心としたチームが作成した自動で電波を調整して送受信をするソフトを使って、薄田のアンテナを通じてハヤブサに起動せよのコマンド指令を送り続けて、ハヤブサからの応答の受信モニターを目で確認したり、ビデオに録画してお昼の捜索が終わると早送りで確認したりするほか、薄田局も独自に捜索を行っててね。前にも言った微弱な電波を重ね合わせて抽出できるベクトルシグナルアナライザーという装置を使ってハヤブサの捜索を自動で行っていたんだけど、一台だけじゃ拉致が開かないな。長くなればなるほど見失ってしまう可能性が高くなってしまうと懸念した薄田局の山田所長代理が、鹿児島の内の浦宇宙空間観測所から同じものをもう一台取り寄せて、一台はコンピューターでの自動捜索、もう一台は手動捜索で運用して、NEC ネッツ SI の運用チーム二人が担当することになったわ。これでなんとか見つかればいいけどな。はやぶさ運用チーム薄田宇宙空間観測所にとって、いつ見つかるのかわからない長い冬が始まるわ。いつ見つかるかわからないっていうか、もう帰還したんだから見つかったんだろ。それは本当にハヤブサなの？何をわけわからないこと言ってるんだよ。
本当のハヤブサは異世界に行ったのかもよ。また異世界ものの話をしてんのかよ。糸川に惹かれたハヤブサが異世界転生をして、向こうの世界で長生きしてるかもしれないわ。マジで神社仏閣で浄化されてきてくれ。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。